全盲女子の波平丸です。昨日夫と話をしていて、回転寿司の話になったんですけど、その時にちょっと昔のことを思い出したので、今回はそんなお話をしてみようかなと思います。回転寿司ってね、子供の頃から大好きだったんですけど、皆さんどうですかね、回転寿司って他の呼び方したりしてましたか？なんて呼んでました？我が家ではくるくるって呼んでいて、今日はくるくる行こうか、やったーみたいなやり取りをよくしていたような気がしますね。私は、まあ、その頃なんでくるくるなのかってよく分かっていなかったような気がするんですけど、まあ、だんだんとね大きくなってきたら、あ、そうか、回ってるからくるくるなんだっていうのは分かってきたんですけど、とはいっても、じゃあどんな風に回ってるものなんだろうっていうのは分からなかったんですよね。自分で触ってみる機会ってなかったので。ただそれが分かった日のことを思い出したんですよね。小学生の時だったんですけど、盲学校の授業の一環で町に出て一人で買い物をしてみるっていう機会が時々あったんですけど、その時にみんなで回転寿司に行ったことがあるんですね。小学校4年生の時だったんですけど、でいつもはね回転寿司に行くと、もう食べたいものを言ったら家族の誰かが取ってくれるっていう感じだったんですけど、まあ、せっかくだからちょっと自分で取ってみたらっていうことになったんですよね。で私ね、その初めての経験でね、どんな風にしたらいいかよくわからなかったんですけど、そーっと手を伸ばしてみたら回ってるんですよね。あ、こういうことなんだってその時に初めてわかって、まあ当然ね、何が回ってきてるのかっていうのはわからないんですけど、まあね、もうしょうがないから適当に取ろうかっていう感じで、もう分からないまま取って食べたんですけども、その時は何を食べるかっていうよりも、回ってるっていうのがどういうことか分かったっていうのが自分の中ではねすごく感激だったんですよね。っていうのがすごく記憶に残っていて、まあね、それからも何度か回転寿司に行く機会はありましたが、まあ適当に取ってみるっていうのはもうそれ以来やってないですけどね、まあ、いい経験になったなって思いますね。言葉でね聞いていて、なんとなくこういうことかなって分かっていることでも、実際にどういうことなのかよく分かってないっていうことは子供の頃結構多かった気がするんですよね。まあ、子供の頃に限らず大人になった今でもそういうことってたくさんあるんじゃないかなと思うんですけどね。ということで今回は私の回転寿司のお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。